来たな。今日俺たちの運命が変わる。変えてみせる。問題はどうやって入るかだ。だ。俺らみたいなチンピラは門前払いだぜ。お花はいかがですか？やめときな。いくらだ？10,000リーフになります。ずいぶんお高い花らしい。粉だな。誰に頼まれて売っている？それは…そいつに関わると身を滅ぼすぞ。やめておけ。だけど、これを売らないと…弟たちが…おい。貴様ら、商売の邪魔をする気か？みずぼらしい。客ではないな。見かけで判断しない方がいい。いいや、するね。やれやれだ。結局こうなるもんな。へへ、せっかくだ。楽しんじゃおうぜ。クールだ。粉を買わずに済んだんだ。喧嘩だけでも買っていくかい？あんた、いいやつだな。来るぞ。難しい舞台でもこなしてみせます。やあ、一段引くね。あとは任せた。はい、任せるぞ。これで決める。ああ、きつかった。やれやれ。にゃろう。ピエロ。それって…おう。ビンゴ。そういうことだ。クールだ。よう。礼を言う。
俺たちを。どうだ？やったぜ！バルジェロファミリーへようこそ。いいな。おい。へへ。カッティーナ。おい。なんと。エルミニア様、宴の準備が整いました。結構ですわ。目にかなう本物とやら、いるかね。おしまいだ。終わったね。一掃した。済んだな。いい仕事になりそうだ。片付いたな。へっ、惜しかったな。
来たか、新入り。すげえな、こんな豪邸想像もしたことねえぜ。大富豪ヘルミニアはマフィアの女から成り上がった。ある粉を支配、独占してな。その富は大陸全体を動かすとまで言われる。やれやれ、粉御殿か。チッチッチ、自慢の体でも稼いだのさ。ヘルミニアは絶世の美女で、神父も発情した犬になるって。きっと大陸の金持ち全員を相手にしたんだよ。待てよピエロ・デッラ、つまりヘルミニアは娼婦か。何千人加え込めばこの御殿が立つんだ。娼婦だって相手を選べば大富豪になれるのさ。そいつはクールだ。その口しばらく閉じておけよ。パーティーには裏社会の権力者が5万と来てる。俺たちの後ろ盾になりうるな。利用できるものは利用していくだろ。ここで俺たちは名を上げるんだ。わかってるってボス。さあ行くぞ。片付いたな。へっ、惜しかったな。ジョークだ。ほう？ふん。ああ。おい。おう。皆様。ごきげんよう。私のパーティーへお越しいただき感謝しますわ。税の限りを尽くした食事をお召し上がりください。ああ、でもメインディッシュはこちらですのよ。
おお。いいね。バカ言え。私の粉はご存知ですわよね。これを一吸いすれば別世界へ誘われますわ。世は辛く残酷です。ですのに立ち向かうほど価値もございませんの。夢を見ましょう。至極の夢を約束しますわ。ご満足いただけて光栄ですわ。もっと召し上がって構いませんのよ。帰ってこれなくなるかも。さあ皆様、存分にお楽しみくださいな。ほう。ああ。あら、タビアーニさん、お噂はかねがね。お招きに感謝します。麗しいお姿だ、ゴッドマザー。仮面の下もさぞお美しいのでしょうな。素顔は明かさないの。仕事柄敵が多くてね。富は敵を作るものです。あなたほど敵のいる人物を他に知りません。お上手ね。実は私も厄介な敵に手を焼いているのです。長年この地域は我が一族のものでしたが、どこぞの魔女に縄張りを荒らされていましてな。助言して差し上げますわ、タビアーニさん。畑を焼かれるより早く隣の畑を焼けですわ。ほう、これはいい知恵をいただいた。失礼しました、ついざれごと。冗談もお上手ですのね。緊張して喉が渇きませんこと。いかがかしら、自慢のワインですの。お近づきの印に。フフフ。おい、あれ毒じゃ。しっ、黙ったろ。あいにく酒は苦手でしてな。誰かこのワインを飲める者はいないか。宴の主に失礼をしたくない。さあ誰か。
バルジェロ、こっち来い。何考えてんだよ。いただきます。ワインに目がないもので。特に危険な香りのワインには。ほう、若者よ、名を聞こうか。バルジェロ・ギベルティ。ウォルドさんの赤ぶどうですね。うまいです。肝の据わったやつだ。気に入ったぞ。バルジェロ。面白そうな坊やね。それにあなた。またお会いできますわ、きっと。おい。いや、どうやら入れ。さあ、はて。さあ、待って。結構ですわ。私が白いドレスを着たら、白い血を拭きなさい。やだ。言うことをお聞きなさい。ヘルミニア様。さあ。
バルジャロ、ずらかろうぜ。タビアーニさん、俺たちはこれで。申し訳ありません。どういうことですかな。いい仕事になりそうだ。貴様の弱点、おりゃ見えたぞ。いれ、どう奪うか。へぇ、一旦引くね。あとは任せた。任せるぞ。あとは頼んだぜ。いいぞ。チャンスよ。決まったわね。あら、相手が悪かったようね。おほう。いい仕事になりそうだ。やあ、一旦引くね。あとは任せた。任せるぞ。あとは頼むぜ。守るため。あとはよろしくね。あとはお願いします。任せたぞ。おしまいだ。おう、お疲れさん。また来ようぜ。ティツヤーノ、ここをどこだと思ってる。名は売った。長いは無用だ。ジョークが通じねえやつだぜ。おい、なんだよあれ。奴隷がやられてる。ひでえ。許せねえ。お前ら行くぞ。え、長いは無用って。やれやれ、こう見えて熱いとこがあるからな。仕方ねえ、ボスには従わなきゃな。なあ、お前も来るよな。そう来なくっちゃな。悪く思うな。何者だ？ガキか。貴様らが来る場所ではない。へえ、あんた強そうなのにな。金さえもらえば弱者も平気で殺すのかい？
我々はヘルミニア様の兵、雇い主の命令を聞くだけだ。そうかよ、要は金好きな犬だろ。どかぬと殺すぞ、ガキども。どかないね。それと俺はバルジェロ、ガキじゃない。これから名を上げる男だ。無理だ、バルジェロ。そいつは記憶できねえ。ああ、ここで死ぬんだからさ。忠告はしたぞ。ヘルミニア様に報告するまでもない。死体が数人増えたところで、どうせわからぬ。俺の誇りにかけて、負けられねえな。あとは任せた。かのものを清めよ。あとは任せた。調べさせてもらうぞ。いた。どうする？今まで、どこまでも熱く、激しそこが弱いのかな。あとはよろしくね。あと全体ゴーシャ。任せたぞ。片付いたな。おほ、危なかったぜ。やったぜ。俺たちをなめんなよ。なぜだ。なぜ貧しい者は金持ちの食い物にされる。バルジェロ、俺たちはでかくなる。そしてこの手で取り戻してやる。あの魔女に支配される前の俺たちの町を、少しはマシだった。あの町を。さあ、ごきげんよう。あら、新入り。うん。おそらく。いいな。じゃあな。見極めさせてもらうぜ。一掃した。済んだな。
バルジャロ、どういうつもりだ。ああ、俺らは誰にも変われないぜ。いいか、お前ら。ヘルミニアは兄弟だ。今は手も足も出ない。だから俺たちは利用できるものはしていく。犬のふりして逆に飼いならしてやるのさ。犬のふりならできるぜ。バウバウバウ。うまいぞピエロ。シーリー、これから忙しくなる。あんたにも期待してるぞ。お、来たぜ。強欲の魔女め。タビアーニさん。バルジェロだったな。俺たちはこの町で育った。この町を食い物にするヘルミニアを恨んでる。俺たちをあなたの下で働かせてください。きっと力になります。うん、いいだろう。お前は気に入った。おい、やったぜ。バカ、はしゃぐな。早速働いてもらおう。アジトで待っているぞ。ありがたき幸せ。汚れが清められていくわ。ああ、いい。富だけが私の味方。私のすべて。神こそが
立派な聖火騎士になるために。